はい、皆さんこんばんは。MWebcom1 です。ですね、Amazon から今荷物が Amazon で注文していた商品が今届いたわけなんですけども、ちょっとねでかそうな感じがしますよね。では外観です。 Amazon から届いたというか宅急便経由で届いたんですよね。ではね、外観ちょっと重い外観、ちょっとねカメラが映んない。でここに住所が貼ってありました。ではね、どうやって開けようかな。これはどうやって開ければいいのかな。これちょっとカメラをちょっとね位置変えよう。こんな感じでいいかな。あ、これでいい。ではね、開けていきたいと思います。はい、開けましたよ。はい、ペイペイから、買っていきたいと思います。はい、で、取扱説明書的な取扱説明書ですね。なんだ、今日ごめんなさいね、ちょっとうるさくてすいませんね。 iPhone ちょっとマナーモードするの忘れちゃったっていう。はい、Amazon から届いた商品ですね。ちょっとね、早く開けたくてですね、慌てちゃってるんですけど申し訳ないですね。ね、取扱説明書、あと本体、おお、思った通りデザインいいですね。これはどうやって開けようかな。ね、ハポチロール的な感じで包まれていますね。斜めにします。はい、横にしちゃって大丈夫かな。はい、出てきましたね。結構デザインいいですね。ちょっとでかいような感じはしますけど、まあね、前の加湿器と比べて結構スリムになった方ですよね。ちょっとこっちからなんかいろいろと書いてありますけどね。湿度が高くなると止まることがあるといろいろね書いてあるんですけど、じゃあ開けていきましょう。初ですよ僕も。にゃんにゃんにゃん。おお、結構デザインはいいね。いいね、違う。はい、まあ開けちゃってるんですけど。細かく見ていきましょうかね。ただ説明書も何も読んでないんですけど、ここがねこういう感じで側面にな、ちょっとここにね何パーセントかっていう出るっていう感じですかね。でここに Amazon のロゴっていうのが書いてあります。でここにね、ヤマゼンのスイッチとかエコとかキルタイマーとかね、モードとかダイロロックで、ここに入っております。このタンクのこれはねちょっとねなくてもよかったかなっていう、これね、これは後で剥がしていきたいなっていう。結構ねでっかい、まあで後ろは
後ろはこんな感じになってますね。でここにフィルターが、これどうやって開くんだろう。あ、こうやって開くんだ。ここにメッシュ的な感じのフィルターですね。なんでこれヤマゼンのやつにしたかと言いますと、とにかく安かったんで買ったという感じです。あとはそれ以外はないかなっていう、ないかなっていう言い方もね、なんか良くないですよね。しまうの、なんかね、あれです、開けるのは簡単なんですけど、でも硬いな結構。ここをちょっとやりづらいって。はい、ね、今日はまあ前使ってたのがこの三菱のこれね、使っていたものなんですけど、ね、ちょっと映ってないね、商品なんですけど、これはね、また違う動画でちょっとやろうかなという感じで思っています。ではね、いつも言ってるんですけども、チャンネル登録と最新の動画、あとコメントね、よろしくお願いします。ではね、今日は、ね、買ったヤマゼンの加湿器をね、レビューしました。ではね、簡単なんですけども、この辺で失礼します。